フィンガーグローブマッチ、ルカ VS ユウヤ。本日の第4試合オープンフィンガーグローブマッチ、63キロ契約3分3ラウンド、ルカ対ユウヤの一戦ということになります。放送席は現在のライズクイーンアトム級チャンピオンの宮崎小雪選手、そして初代ライズアトム級チャンピオンのもみさん、お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。何かこうお二人が並んでいるというのもちょっとおかしな感覚にもなるんですけどもね。はい、さあルカとユウヤオープンフィンガーグローブマッチということになりますが、もみさん、この後楽園では初めてということになりますね。ランウェイ、いや本当に危ない男たちが登場してまいりました。さあご覧のように先ほどまでのグローブとの戦いとは全然違います。小雪選手どうですか。いやそうですね、意外とこうもう最初からバチバチかなと思ったんですけど、意外とこう距離を取って見てる感じです、ね、そうだ、左が入っていきました。そして前に出ていきます。いやこの距離感ですよね。そうですね、一気に来ましたね。どうも待っていくのはルカ、そして青いグローブの右側、そしてこの距離で互いに打ち合っていく、一発で一発で相手を仕留める感じになっていきます。いやそうですね、びっくりしています。ご覧のように本当にあの薄いアンクの部分で相手にダメージを与えていきます。パンチを振るっていくのはユウヤ、距離を詰めていく、ガードを狙っていきますがガードを固めているルカです。右から入って左フック、しっかりガードしていきましたユウヤです。ユウヤ選手の方が一度オープンフィンガーでやってるだけあって、そうですね、少し慣れている感じがしますね。青いグローブのユウヤが今日これがオープンフィンガーグローブマッチ2戦目ということになりますが、どんどん前に出ていくのはと、ここも相手を捉えていく。いや本当に一発一発で試合が終わってしまうかのような迫力があります。コンビネーションを見せていきましたルカです。まだ1分半ちょっとしか経ってないことにびっくりしてます。そうですね、ここはカウンターで入ったか、ユウヤのパンチがガンガン捉えていきました。リカの距離感です。ラスト1分、右が入ってきましたね。パンチを振るっていく、ユウヤが前に出ていく、ユウヤが戻っていく、そうですね、結構気づいたと思います。肩に足元がプラスしましたユウヤです。肩の側頭部あたりもプラスしたんです。そうですね、これちょっと横に動かした。お互いにこの第1ラウンドラウンドを奪いました。ただもう一つダメージがどうかですよね。ダメージが見えないんですよね。ユカ選手にしてはもう笑ってますからね。そうですね、パンチを受け入れていく、左が画面を捉えていきましたが後ろに倒れないユウヤ、ハイキックを持っていきますルカです。画面を捉えて右、捉えて左、いやそうですね、ルカになっています。第1ラウンド、ここで第1ラウンド終了のゴングです。さすがオープンフィンガーグローブマッチ、第1ラウンドから激しい打ち合いになりました。いやまずは小池選手から話しますか、いかがですか。いやすごいですね、やっぱこうダウン、お互いフルスイングで打ってるだけあって、一発当たるだけで全然展開が変わってきますね。そうですね、もみさんいかがですか。いやもうよく見たら、ユウヤ選手の顔がめちゃめちゃ腫れていて、右目が腫れてますね、ちょっと見えないくらい下がっていて、やっぱオープンフィンガーの当たる威力っていうのは凄まじいんだなっていうのが目に見てわかりますよね。いや歴代のオープンフィンガーのマッチを経験した選手たちに見ても、この試合が終わった後の顔面の腫れ方って、半端じゃないですからね。小雪選手、オープンフィンガーどうですか。はい、いやちょっとまだ覚悟は決まってないです。タイムストップ
あ、そしてやはりユーヤの腫れの方がひどいということで、ユーヤのドクターチェックということになります。小雪選手ですから、まあ、眼下底骨折などもいろいろ考えられますからね。まあ、そうですね。どうなりますかね。チェックが行われていますが、ご覧のように右目の下のあたりがかなり腫れ上がっています。青コーナーのユーヤ、もうバンバンになって、シュートのタイムが、いや、もみさんかなり腫れてますね。そうですね。で、小雪選手ももらってるかなと思ったんですけど、今見ると顔が綺麗に見えた。全然腫れていないんで、ユーヤの姿もありますね。ワンチャンスを見てる、互いの表情を見てると再開します。違いが分かると思いますが、試合が再開されます。一番ずつでもこんだけダメージの差っていうのが出るのかっていうのも違いますね。違いますね。はい、試合は第2ラウンドに入っています。あ、そこは右出していきました。ユーヤがパンチを返していきますが、これはもう切ります。そしてまた危ない、危ない、距離に入っていく。ダウンバッカー2、3、4、5、6、7、8、9、10。そうですね、びっくりしましたね。一発一発でこの曲が変わるわけですよね。そうですね。石の目が離せない。ああ、鼻血が出てきました。鼻血出てきました。いいやです。ただ思い切って入ってくるので、ちょっと合わせただけでもカウンターになってしまった。ドーン、おみさん、ちょうど今、はい、こうユーヤの腫れているあたりにパンチが入りましたね。ちょっと同じように見えてもルカ選手の方が、あのパンチが硬かったのかなっていう。なんだなんだなんだ、ルカ選手が降りました。ただまあ第2ラウンドに入ってもお互いに分布を決まってしまった。結局は4分の24という結果になりましたが、このバチバチの打ち合い、パンチ選手、見応えありましたね。いやー、すごかったですね。本当にこう一発で展開が変わってくるので、本当に自分では離せないですし、そうですね、本当にこうダメージがすごい、あるのかなと思いました。オープンヒーターはやっぱり、今日はグローブで試合をしますので、平田ボクセンですけど、オープンヒーターやってもいいなっていう話をしましたよね。そうですね、ジムでもずっと言ってるので。そうですか。他にもこう女子選手でやりたいって言ってる選手も何名かいると思うので、女子もオープンヒーターやっても面白いのかなと思ってます。まるで一言のように言ってますけど。親御さんが泣きますよ。親御さんが、もしかしたらそういう時代も遠から来るかもしれないというような感じもありますけれども。そうですね、ご覧のように、まあ、ユーヤとしては最後の最後まで戦い抜きましたが、今度は PK を負けということになりました。ルカのコメントです。はじめましての人、はじめまして、いつもありがとうの人、いつもありがとう、ルカです。どうですか、オープンフィンガーグローブやばいでしょ。ダウンもらってダウンして、どっち勝つんだろう、どっち負けんだろうってヒヤヒヤしたでしょ。それが面白いじゃない。それと一つ、なんだろう、俺も今ここに立ってこうやってマイク握るまで、いいことばっかじゃなかったし、辛いこといっぱいあって、この中にいる人もみんな辛いことがあると思うけど、絶対いいことってあるから、なんか逃げ出したい時があったって、そういう逃げるのも、なんだろう、一つの、なんだろうな、もちろんした、まあでも、なんか頼れる人に頼ってみたり、頼れない人がいるなら、俺を頼ってください。俺がまたここに立って、力を上げられる試合をするので、それまで、生きよう、強く生きよう、頑張ろう、ありがとうございました。ありがとうございました。盛大な拍手をお願いします。のコメントですけれども、まあ、小雪選手、自分の戦いで勇気を与えたいという気持ち